勉強は、一般教養、教養の勉強と、あと教職教養、学校の先生に関する、学校現場の教養の勉強をして、よく、皆さんが知っている教育実習、その3つの大きな柱が、勉強のメインになります。やっぱり教育実習では、子供たちと実際に触れ合うので、子供たちの様子とか、あと、学校でどういうふうに、生活するのかっていうのが、すごくわかりやすい。実際に現場で体験できるので、得意なっていうふうに。自分の中ではそのキッズからトップまでどちらも教えれるっていうのはすごくメリットで、キッズを教えるときはそのキッズの子供たちがこう大人になって、例えば今のベルスパのカテゴリー JFL っていう、こうまあ上の年になったときにどういうふうに生かせるかなっていうようなことを考えますし、まあベルスパの選手に教えるときも子供に教えるように分かりやすく伝えないとやっぱより選手は分からないですし、そのどっちも生きてる、トップチームに教えるときもキッズが生きてるし、キッズに教えるときもトップチームの経験が生きてるな。やっぱり自分の中ではサッカーっていうのが強いので、サッカーの監督もしくはコーチで生活していければなっていうのはあります。でもなんかこの今のその学校の先生をやってるっていうのが全くデメリットじゃなくて、むしろプラスに働いてるので、そのことも勉強しながら、でもしかしたら学校の先生になりたいってまた強く思う時が、学校の先生一本で行きたいと思うかもしれないし、サッカーで行きたいと思うかもしれないし、その選択肢があるっていうのは自分の中では強みだし、いいなって思ってるところです。なるほど。